こんにちは、こんばんは、アマグリです。今回はこちらの集合住宅の作り方を紹介します。前にも似たようなスタイルの家を紹介しましたが、前のはサバイバル向けの低コスト重視、今回のは見た目重視といった感じで作り分けています。かといって、サバイバルで作るのは難しいかというとそうではありません。木材がメイン建材なのでサバイバルでも簡単に作れるように作っています。クリエ勢の方もサバイバル勢の方もぜひぜひ作ってみてね。はい。というわけで建築パートに行ってみよう。まず、幅 10×奥行き15で石ブロックの枠を作ります。前回は録画ソフトと編集ソフトの都合上訪れがひどく、ゲーム音を全カットしたのですが、今回のソフトはどうかな？動画を書き出しするまでわからないのですが、やっぱりブロックを置く音があった方がいいよね。編集ズレが起こらないことを願います。はい。枠ができました。続いて枠の内側をすべて何らかの木材で埋めます。このブロックが床になるので、部屋の雰囲気を明るくしたい方は明るいブロック、大人な感じにしたい方は暗めのブロックにするといいと思います。というわけで単純作業なのでカット。続いて、正面側に石のハーフブロックを2段重ねておきます。さらにその手前、左端から1ブロック開けてハーフブロックを4ブロック置きます。続いて、石ブロックの上すべてに白樺の木材を13ブロック積み上げます。私は動画テンポを良くするためにコマンドを使っていますが、手置きで大丈夫です。はい。壁ができました。続いて、左端に松の木材を6ブロック積み上げます。その右に植え付きダークオークのハーフブロックを4ブロック置いて、それらをすべて手前側に1ブロック伸ばします。はい。今置いたダークオークのハーフブロックの上にダークオークの木材を置きます。内側はくり抜くので外枠だけで大丈夫です。それらをすべて壁と同じ高さまで伸ばします。壁を壊して内側と繋げます。はい。ダークオークのハーフブロックの隣にクォーツのハーフブロックを10ブロック置きます。その上に薄灰色のコンクリートブロックを10ブロック。手前に白色の板ガラスを置いて、その上にクォーツのハーフブロック。はい。ドアをつけます。松の柱から1ブロック開けた位置に、横にかける縦4の穴を開けて、その下の石ブロックを床と同じブロックに置き換えます。ダークオークのドアを3つ置いて、その上をダークオークの木材で埋めます。はい。窓をつけます。正面右側に移動し、端から1ブロック開けて、幅 3×高さ4の穴を開けます。そしてその穴の上を植え付き松の階段で置き換えます。穴をすべて青緑色の板ガラスで埋めます。こんな感じ。2階部分にも同じ窓をつけます。はい。続いて、この白色の板ガラスと同じ高さに1ブロックの穴を開けて、上に向かって1ブロック置きに穴を開けます。それらに青緑色の板ガラスをはめます。はい。正面側はこれで終わりです。裏に回ります。右端に石ブロックを置いて、その上に松の木材を積み上げます。石
石ブロックと同じ高さに植え付きクォーツのハーフブロックを置きます。奥行きは2ブロック分です。続いて、そのクォーツのハーフブロックの上にダークオークの木材を置きます。ダークオークの木材の縁に白色の板ガラスを置きます。そしてその上にクォーツのハーフブロック。全体はこんな感じ。地面から7ブロックの高さにクォーツの植え付きハーフブロックを置いて、あとは先ほど1階部分に作ったベランダと同じものを作ります。ベランダの中心に青緑色の板ガラスで幅 5×高さ4の窓をつけます。窓の上を松の木材で置き換えます。はい、2階部分も同様に窓をつけましょう。2階部分の窓の上は松の木材ではなく、松の上付き階段で置き換えます。はい、正面に戻りましょう。こんな感じで建物のベースができてきましたね。あとは右側にこれと同じものをつなげて複製していきます。いくつつなげるかは好みで良いですが、長すぎても短すぎても不格好になってしまうと思うので、大体2つから4つがいいと思います。ただ、動画では3つで説明している都合上、増やしたり減らしたりすると屋根の形も少し変わってしまうので、自分でアレンジするのが苦手な人は動画と同じ3つで固定するといいと思います。こんな感じで同じことの繰り返しなのでカット。はい、3つつなげて4部屋にしてみました。一番右端の部屋だけここの柵を足してあげましょう。はい、残すところは屋根だけとなりました。まず、壁の凹凸を揃えるためにクォーツの植え付きハーフブロックで凹んでいる部分を埋めます。裏側も同様に奥行き2ブロックでクォーツの植え付きハーフブロックを置いて凹凸を揃えます。そしたら、それらを一周するようにクォーツの植え付きハーフブロックを置きます。一周、なので前面背面側面すべてに置こうね。ただいま、一周終えました。一度正面に戻って、こんな感じになっていれば OK です。この時点では少しダサいね。というわけでおしゃれな帽子をかぶせてあげましょう。まず、先ほど一周させたクォーツのハーフブロックの上に、ダークオークのハーフブロックを乗せます。ここからは単純なことの繰り返しが多いのでカットを多用していくよう置き終わりました。続いてその1ブロック内側に1回り小さくダークオークの木材を一周させます。ここもカットかな、はい。続いて、さらにその1ブロック内側、高さを1つ上げた位置でダークオークのハーフブロックを1周させました。そしたらそのさらに1ブロック内側にダークオークの木材を、と、ハーフブロック木材ブロック、1ブロック上げてハーフブロック木材ブロック、の順番で繰り返します。
最後はこのように一直線になると思います。はい。最後に2階部分の床を埋めて、上の隙間を埋めていけば、これにて、おしゃれなアパートの完成です。というわけで最後に使用例を見てみましょう。というわけで、おしゃれなアパートの作り方講座でした。実際に作り方を見てみると思ったより簡単そう、って思った方も多いんじゃないかな。でもワールドに建てた時の存在感は大きく、きっと街をおしゃれにしてくれるはずだよ。少しでも自分でもできそう、って思ったらぜひ試してみてね。それでは。